Next song is by Liam. Thank you. ということでやっていきましょうか。ブルーホースでございます。地下編ですね、レオンのね。うん、さあ、なんか一瞬間が今暗くなったのは気のせいですな。さあ、ここに戻ってきた時にはゾンビたちは一体起き上がることができるのでしょうか。それとも果たしてここに打ち込んでいる段階でまだゾンビちゃんは一切いないとか、そういうオチなのでしょうか。本来ここにぶち込んでいったらね、ほら水しぶき汚い汚い花火だぜ。でぶち込んでおくとね、本来はゾンビがね、ここに、ね、寝てたとしたらついに焦げ焦げになってるというか、見えないことを利用して今はゾンビが発生してなくて、ここに戻ってきた段階でゾンビがウェーって出てくる、そういうオチだったりするんだぜ。どう打ち込んでおけば、はい、だとしたらね、グレン変態兵がね、もうね、すでに焦げてね、お場所移動してるんですよ。あらららららら ら、これぞまさしく太陽人ってやつですね。はい、ドーン。さあ、ちぎれてるんじゃないですか。足どこ行ったみたいな。ほら、足、あ、違う。服がボロボロにめくれがって、さすがに燃えちゃってる。あれ足だけかわいそう。はい、さらに、もう一つ、ドーン。ジャイアン、死んジャイアン焦げまくる。で、あ、こっちもジャイアンだ。ジャイアンいっぱいいるな。服装が変わってるけど、見た目は一緒みたいな。足がちぎれた。あ、唯一生存しているパターンをご覧いただくことができましたって、ね、これこの中ぶち込んだけど、帰ってきた時にやつ足だけがこうなんか刺さって残ってるんだけど、これどんどん打ってったらこう移動させられるのかな。足でもなんかこうやっていくうちにどんどんかわいそうな気がしてきちゃったから、ね、次進みましょうか。ということで今日どこまでやっていこうかな、どこまでやっていくのがいいのかな。とりあえず沈みます。ウォータースライダーあらばるキャッデ、ここでこう転がらないでジャポンってならないところがまあ強かったりすると思うんだけどね。あ、ちょっと待って。レオンの頭がハゲたり吐いたりしてる。テロテロになってる。やばい。そんなことを求めてるあれじゃない。あー、別にいらない。これでもう終わりだよ。どうなった、一発。あ、気持ちいい。ドロケラン、ありがとうございます。気持ちよす。もうこいつに何度こう、もう本当に現役の頃は悩まされたか。なんか今が OB みたいな言い方だけど、本当になんか、本当に レオンがこう、はげたり、変えたりしてる。俺、だから多分、ちょっとアプリの調子が悪いんだろうな。終わったら何とかします。向こうにいるゾンビを先に始末しときたいけど、これ手すりが当たってるから無理だ。痛い。こっからいけるか。こっから、ドゥーン。ドゥポドゥーン。焦げたね。よし。まあちょっと皆さん、あの頭上がちょっとチラチラ気になるかもしれませんが、それもまた一興ということで、そこもあの含めてお楽しみいただけたら幸いでございます。ということで、降ります。もう一度降ります。エイダが現れます。イケメンも台無しだよ、相当。嫌な音だ。やばい。剥げたりしてる。エイダ、よくどこだ、たまたま見つけることできたよね。エイダも剥げてる。エイダも、やばい。髪の毛狩りに、あの、G2 が来ちゃう。やばい、剥げてる。ちょっと、剥げ散らかす前に、早く回収してあげよう。エイダ、さすがに、あの、男は、あのいいかもしれないけど、女性でそれはかわいそすぎるから、ちょっとも元に戻りましょう。急ごう。はい、彼女の元に行ってあげて。やばい、焦げてるよねこれ完全に。あれもう行っちゃってるかな。でこっちってレバーなのか、あれは何だ、なんかよくわかんないの。 ワインのコルクを開ける用のやつ。そうだね、焦げ切ってるね、多分ね。焦げパン、昔なんかこう焦げパンの、ま、4コマ漫画とかこう癒しのために買ったりとかしてたけどね。あれ、これ生きてる、違うね、焦げ切ってるよね、うん、はい、
まあ、後始末はちゃんとやっていこう。あの、立つ時後を濁しまくるっていうのが大切だと。で、これで、1体目ジャイアンはお亡くなりで、あ、そっちに頼む。はい。で、もう一発。あ、騒がしすぎて起き上がってちゃった。すいません、警備員さん。ちょっと飛んでってください。どこ行ったかわかんないけど。まあ、あの、僕、ちゃんとあなたのことを供養しますんで、仮装でいいですか？アメリカは土葬文化かもしれないけど、仮装させていただいてよろしいでしょうか。じゃあここでピーピーブーン。足が刺さってないってことは、あの、ちゃんと体全体が吹っ飛んだだけで、もう足は、うん、ちぎれなんですね。よし、じゃあ進んでいきましょう。これさ、いるのかな。先にぶち込んでたらもうできてこないけど、これ落ちなんのかな。最初そこでしょ、次はそこでしょ。うん、やっぱこれもなんか降りて、なんか枠くぐったら初めて出てくるみたいな、そういうパターンになるのかな。とりあえず降ります。結構あそこのぶち中は別に興味がないんで、何が起きたんだ。まったく最悪の光景だ。 G だけどこうなるってさ、つまりこれあれだよね。誰だっけ、あ、すでに亡くなってる。お疲れ様でございました、ありがとう。ふい、こいつは一撃で倒せるんだな。ということはやっぱりG2 とかあの辺りがこう一撃で倒せなかったとしたら、相当まあ体力高いんだろうね、 G2 だから。まあ、G2 なんかはあれだよ、コンテナじゃないとぶち殺せないっていう制約はあったりする。これもすでに、あ、もうすでに焦げてるじゃん。これ生きてる。あ、生きてる。俺たち G 生きてる。気のせいです。登っていきましょう。とりあえず、まあ、時間のこともあるので、これを回収して戻ったらそれで終了っていうところで、落ちろ。あー、やっぱりお腹空いてきた。お腹ギル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 言ってる。これはあの、もう催してる方じゃなくて単純にお腹が空いてる方の話。あ、じゃあ間違えた間違えた。あれ、あ、これだこれだ。クイーンゲット。そしてクイーンを挿入。クイーンは挿入される方だと思うんですけど、焦げてる焦げてる。で登っていく。あ、でもここの火炎放射器は取ってた方がいいのかな。火炎放射器を取ることによってイビーを燃やせなくなっちゃう、取らないことによってイビーを燃やせなくなっちゃうとか、そういうのがあると困るんだけど、その辺はどうなんだろう。まあ、とりあえず刺しましょう。回収しましょう。最後回収しましょう。まあ仕方ないね。もう、まあ、イビーが復活したら、まあ、あの、あれで、もう毎回毎回ぶち込んでやればいいだけの話だから、そこは、うん、ご愛嬌ということで楽しんでやっていきましょう。さて戻りましょう。さあ帰りには何体出てくるんだろうな。3体ぶち殺したけどまた出てくるとかっていうオチはあるのかな。いない。あ、いない。あ、本当にいない。お、3体までだった。おー、ありがてえ。キンに倒れてやがる。おります。よしよし、ジョンさん、この世前には何もさせんのです。貴様には目玉を流出させる間もなくお亡くなりさせてやったぞベイベーさてと、来週のサザエさんはどうしようかな。これこのまま戻ってってアイテム整理しなくても大丈夫なのかどうかっていう心配事はあるけど、まあとりあえずどうしようかな。あ、もうこのまま行っちゃおうか。行っちゃおうか。ね。
収はして、あ、だってそうだね、回収してあとループだけだもんな。どうしようかな、一旦戻ってみる。登っちゃったね、間違えて。でここからもうズシュズシュってやってるんですけど、まあ、とりあえず爆発させといて、これ焦げてるけど、移動途中でやると、まあ普通にあれか、ほいっと、これで死ぬ。あ、死んだね。あ、気持ちいい。なんかあの今までロケラに頼り続けた時、なんか別の武器で倒せたら倒せたでまた気持ちいい。 OK、 じゃあこのまま変態黒豆親父おじさんが待っているところにまで持っていきましょうか。黒豆登ります。これ焦げてる、焦げてる。一発ぶち込んでみたけど焦げてない。何、こいつ生き返るのか、こいつ生き返るのか、こいつは生き返らない。動けばまだ命があったかもしれないもの、残念だ。ということで、はい。で、これ向こう、フィルム。で、これ向こう戻ろうと思うと、ゾンちゃんが生きてる、生きてない。あ、こっちはいないんだね。じゃあ、登ります。一旦、まあ、ちょっと警察署戻って、今まで僕をさ、ありとあらゆる苦しめてきた奴らっていうのを、逆に苦しめに行ってみようかなと思いますね。はい。まあ、ちょっとその戻ったところまでで一旦この、あのパートは終了させていただきたいとは思うんですけれど、まあ、最後にご視聴くださいませ。まあ、チャンネルはそのまま。登ります。ウェーマイナス。ここが地下何階か、それは内緒でございます。お魚くわえたドラ猫を追っかけて、嵐で釘刺し。頭痛いぽよ。オッケー。ついにここまで戻ってこれました。よかったよかった。シンプルにね、おじさん頑張ってるよ。よし、じゃあこのまま戻っていきましょうか。くる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 回らしてね、いきましょう。警察署に戻る手段がこれしかないっていうのがちょっとね、なかなかシビアだったりするよね。一回試したことあるけど、なんだっけ、その、やろうと思ったらさ、ワニワニパニックのところから戻ろうとしたら戻れないし、なぜか、こう逆に剣道のところからワニワニパニックの方に向かおうとしても、残念ながら、なぜか、あそこの鉄格子が閉められてるっていうね。だから実は、剣道生きてんじゃねえかって思ってるんだけどね、個人的には。この辺りで、あ、警部、お疲れ様です。黒豆を食べるとき大きいお茶いらんと思うんですよ。どうぞ、首がちぎれてもいいと思うんだけど、どう？あれ、ここってずっしんずっしんいたっけ？レオン編が終わっ、じゃあエイダ編が終わってからもずっしんずっしんはいなかったんだから、もう一体いたっけ？もう一体は、あれ？こっちにはいなかったっけか。すげえ焦げ散らかしてる。OK。まあ、ここら辺ないと別にあってもなくてもいらないもんね。とりあえず、とりあえず、あ、そっか。あれなんだよ。あのフィルムが意外とこう全部現像したことがなかったっていう。現像しなくてもクリアができちゃうからさ、そういうオチで行っちゃってんだよね。じゃあ、今から現像だけ済ませてしまって、このパート一旦区切りがいいとこまで戻ってきたんで、終わりにしたいというふうに思います。現像。ハイディングプレイス。隠し場所。記念撮影。OK。じゃあね、本日もね、最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。まあ、雑談まみれのね、バイオハザードでございますが、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンで応援をしていただけると嬉しいでゴンス。ということでね、本日は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。おっちゃん、バイバイ。